2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したんだって。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいぜ。さて今回は、F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずこの業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である、F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものなんだ。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する、知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたよ。だが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったため、当然の成り行きとして選定したということだぜ。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうよな。この会社しかないのはわかっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまうよな。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能とされているよ。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だからこそ、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているらしい。うんうん。それじゃあここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくね。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊軍はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには総海隊軍を両用船部隊に指定してこれで陣利は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の島嶼防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこま抜いて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中さ向かい、ブースターもつけて長射程番と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、
イージス・アショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35BODDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時のゼロ戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用が歪なものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロ汚染が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロ線から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろいろな意見が出てきていたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだな。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。そうだね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところかも。橋家の利用についても高評価が多いと感じるが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるからな。まあ橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になる気持ちもわからなくはないな。そのあたりはきっと専門家がしっかりと考えてくれるはずだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業はオーストラリアのシドニーで開催された海洋防衛総合イベント、INDOPACIFIC2023 において、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この艦は海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言っても良いよな。そうだね。さて今回はこの海外売り込み用新型 FFM 派生型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチパーパスカラー M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているんだ。
最上型は当初、22隻の建造が計画されていたんだけど、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定していて、FFMAAW というのは新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言っても良いだろうね。FFMAAW は洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、最上型を踏襲していたみたい。しかし、最上型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していたぜ。ちなみに駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンで、新型護衛艦は艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかるな。新型護衛艦の推進方式は最上型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用する CODAG を採用しているため、最大速度は最上型と同じく時速30ノット以上約 56km 毎時になると見られているらしい。搭載する兵装は62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、人7式艦対艦誘導弾の4連装発射塔2機、324メートル3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置マーク、41VLS で、この構成に関しても最上型を踏襲しているよ。しかし、その中でもセルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射塔を兼ねた保管容器の数だけが、最上型の16セルから32セルへとバージョンアップされていたんだ。マーク 41VLS は中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるんだけど、海上自衛隊はセル数が少量である最上型の VLS にはミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていないみたい。そもそも FFMAAW の AAW はアンティエアウォーフェアすなわち対空戦を意味しており、FFMAAW と新型護衛艦は VLS のセル数を増やして中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、最上型と比較しても大幅に対空戦能力を強化することができるぜ。冒頭でも述べたように防衛省は最上型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画していて、要するに防衛省は最上型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしているわけだ。最上型は1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに早く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には2隻の建造費1747億円が計上されていて、2028年度には海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だな。最上型の生みの親である三菱重工業は同型の建造途上の段階から、FFM 最上型の基本設計を踏襲してファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF フューチャーマルティミッションフリゲート構想を発表していたよ。FFMAAW の模型は今回の INDO パシフィック2023で初めて公開されたわけだけど、そのコンセプトに関しては2019年11月に千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていたんだ。当時の三菱重工業は FFMAAW を構想した理由として、将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していて、その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではないよね。さらに三菱重工業は FMF ファミリーとして、FFM 最上型の基本設計をもとに、
胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していたぜ。防衛装備庁は、2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、最上型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示していて、個人的には FFMAAW や FFM の胴体短縮型も有力な輸出商品になりうるポテンシャルは十分にあると考えられると思うな。現在の FFM は三菱重工業長崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだけど、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表したよ。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで海上防衛力の強化につながるぜ。1月25日に発表された新型 FFM 型に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造されるらしい。また、2025年度から2027年度までは2隻を超える建造を計画した場合には JMU に1隻を建造させることになっているな。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていたよ。このような文章確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと防衛省は謎めいた回答をしたみたい。しかし、防衛装備庁は2022年12月に策定された防衛力整備計画2023年度2027年度で述べられた。護衛艦12隻の調達に関しては、最上型2隻と新型 FFM10 隻のことであることをはっきりと認めているな。また、防衛装備庁は防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は2022年度予算にて建造予定の、最上型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答したぜ。このことによって今後5年間のいずれかでイージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG 2隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったけど、それが否定されたことになるよね。いずれにしても海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだけど、これらのことは全てインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを我々日本国民は理解しなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、
当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではないんだ。しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであってもその価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、
装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、人に意識地対艦誘導弾頭と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代以降目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm、魚雷発射艦6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。